中国版ボニー&クライドと呼ばれる老英氏と方志英は1990年代に7人を殺害するという連続誘拐殺人事件を起こした。老英氏、2023年12月18日処刑。彼らの犯罪は中国の社会的、経済的な変化と密接に関係していると考えられる。本リポートでは彼らの犯罪に関わる社会の背景と物質的に豊かになる社会に追いついていけない人々の心理を分析する。方志英は死刑が確定した後も笑顔で記者に対して私は悪いことをしたのではなく悪いことをするしかなかったのだと言った。社会の背景。老英氏と方志英が犯罪を犯したのは1996年から1999年の間である。この時期は中国が改革開放政策を推進し経済発展と市場開放を目指した時期である。中国の GDP は1990年の3860億ドルから1999年には9920億ドルにまで急増した。一方で経済の成長に伴って社会の格差や不安定さも拡大した。農村部から都市部への大量の人口移動、失業や貧困の増加、環境汚染や腐敗の悪化などが問題となった。また価値観の多様化や道徳の崩壊も進んだ。西洋の文化や思想の影響を受けた若者たちは伝統的な家族や社会の規範に反抗し自由や個性を求めた。一方で高齢者や保守的な人々は変化に適応できずに孤立や不満を感じた。犯罪者の心理。老英氏と方志英はこのような社会の変化に対応できなかった人々の代表例と言える。老英氏は元小学校教師で美貌と才能に恵まれた女性であったが、方志英という既婚者で前科のある不良青年に恋に落ち犯罪者に落ちていった。彼女は自分の教育や地位に見合わない男性に惹かれたのは自分の人生に刺激や冒険を求めたからだと述べた。彼女は伝統的な教師の職を捨てて方志英という自由奔放な男性に従属した。彼女は方志英に対する愛情や依存から妊娠を通じて彼との絆を強めようとしたが彼に中絶を強要された。彼女は自分たちが殺害した犠牲者の命と自分たちが奪った自分の子供の命を比較して苦しんでいた。方志英は貧しい農家の出で幼い頃から犯罪に手を染めていた。彼は金銭や物質に執着して人の命を軽視した。彼は中国の経済発展に乗り遅れたと感じており、自分の欲望を満たすために強盗や殺人を繰り返した。彼は老英氏を支配するために妊娠させておきながら中絶を強要した。彼は自分の罪を悔いることはなく死刑が確定した後も笑顔で記者に対して私は悪いことをしたのではなく悪いことをするしかなかったのだと言った。中国美人連続殺人鬼の逮捕について。中国で20年以上にわたって逃亡を続けていた連続殺人犯の老英氏、ラオロンジ、容疑者が2019年11月28日に福建省アモイ市で逮捕された。彼女は交際相手の男と共に7人の強盗殺人に関与したとされる。彼女の事件は中国版ボニー&クライドとも呼ばれており、地元メディアは彼女の容貌から美人殺人犯と報じている。彼女の逮捕は中国警察が最先端のクラウドネットワーク技術と顔認証技術を駆使して指名手配犯をと突き締めるクラウドの検索戦の成果である。この作戦はビッグデータによる科学捜査の勝利と称されている。中国警察は全国の監視カメラや交通機関のデータベースを統合し容疑者の顔写真と照合することで彼女の居場所を特定した。彼女は逮捕時に偽名を使っていたが顔認証技術によって本人であることが確認された。彼女の事件は中国社会における犯罪と治安の問題を浮き彫りにしたとも言える。彼女は逃亡中に何度も身分証明書を偽造し様々な職業に就いていた。彼女はまたインターネット上で自分の写真を公開し男性との交際を求めていた。
彼女の逮捕によって中国の公安当局は犯罪者の追跡と逮捕に向けてさらなる技術的な改善と法的な整備を行う必要性を感じたという。連続殺人犯として知られる老英氏は一連の犯罪行為を通じて自身の身元を隠すために何度も身分証明書を偽造したとされています。彼女は自分の写真を公開し被害者となる男性を求めていました。これらの行為は彼女が自身の犯罪行為を隠蔽し新たな被害者を見つけるための手段であったと考えられます。彼女の行動は社会全体に対する深刻な脅威を示しており、このような犯罪行為を防ぐための対策を講じる必要があります。老英氏と方志英は1996年から1999年までの間に中国の江西省南省市浙江省温州市江蘇省常州市安美省合肥市などで計7人を殺害するという連続誘拐殺人事件を起こした。この事件は中国の社会に衝撃を与えたが、特に注目されたのは老英氏と方志英の関係である。老英氏は元小学校教師で美貌と才能に恵まれた女性であったが、方志英という既婚者で前科のある不良青年に恋に落ち犯罪者に落ちていった。老英氏は方志英との関係で何度も妊娠し子供を下ろしたという。老英氏と方志英は犯罪を繰り返しながらも性的な関係を持ち続けていた。しかし彼らは否認を十分に行わなかったか、あるいは意図的に妊娠させた可能性がある。老英氏は方志英に対する愛情や依存から妊娠を通じて彼との絆を強めようとしたのかもしれない。一方、方志英は老英氏を支配するために妊娠させておきながら中絶を強要したのかもしれない。老英氏と方志英は妊娠と中絶を繰り返すことで自分たちの罪悪感や後悔を増幅させていた。彼らは自分たちが殺害した犠牲者の命と自分たちが奪った自分の子供の命を比較して苦しんでいたのかもしれない。老英氏は方志英が逮捕された後も彼の子供を産もうとしたが結局中絶した。これは彼女が方志英への愛と憎しみの間で揺れ動いていたことを示している。老英氏と方志英は妊娠と中絶を通じて中国社会の変化と対峙していた。彼らは1990年代の中国の経済発展と市場開放に伴う価値観の多様化や道徳の崩壊に影響を受けていた。老英氏は伝統的な教師の職を捨てて方志英という自由奔放な男性に惹かれた。方志英は金銭や物質に執着して人の命を軽視した。彼らは自分たちの欲望を満たすために妊娠や中絶という重大な選択を簡単に行ってしまったのかもしれない。老英氏と方志英の関係における妊娠と中絶の事例を分析し、その背景と影響について考察した。老英氏と方志英は妊娠と中絶を繰り返すことで自分たちの感情や人生社会との関係に深刻な影響を受けた。彼らの事件は中国の社会における妊娠と中絶の問題を浮き彫りにした。犯行に至った彼らの動機とは？犯行に至った彼ら。老英氏と方志英は1996年から1999年まで交際していました。その間彼らは共謀して強盗誘拐殺人の罪を犯しました。彼らは江西省南省で3歳の女児を含む家族3人を殺害し、その後は浙江省温州、江蘇省常州、安美省合肥市などで連続4件の犯行を重ねた。方志英は1999年に逮捕され7人を殺害した罪で有罪となり、同年12月に死刑が執行されました。一方、老英氏は複数の仮名を使って逃亡を続け、各地を転々としながらバーや娯楽施設でパートとして働き、逮捕を免れる目的で容姿を変える手術も受けていたということです。方志英が逮捕される際、1999年7月23日、方志英は陰謀家の妻劉敏、仮名、と金の交渉を行っていました。劉敏はを理由に方志英を自宅で待たせ、その間に同僚に警察に通報するよう依頼しました。通報を受けた郷古恵市公安局西市分局、現職山分局、
の KK 第5小江市公安局110番直属大坊坊3台の警察官たちは迅速に現場に駆けつけ、奉仕 A がいる409室を包囲しました。その結果、奉仕 A は現場で逮捕され、一方で漏洩氏は逃亡し逮捕を免れました。漏洩氏の逮捕後、彼女の逃亡生活についての詳細が明らかになりました。彼女の元恋人で共犯者の奉仕 A が逮捕された後、漏洩氏は複数の仮名を使って逃亡を続けました。彼女が向かった最初の逃亡先は、二人がいざという時に落ち合う場所に決めていた重慶でした。その後、彼女は各地を転々としながら、バーや娯楽施設でパートとして働き、逮捕を免れる目的で容姿を変える手術も受けていました。1999年6月には漏洩氏と奉仕 A は安徽省の小宮湖、合湖へに流歴来ました。そして2019年11月28日に福建省はも石のショッピングモールにいたところを公安当局に見つかり、その逃亡生活は幕を閉じました。奉仕 A と漏洩氏の関係は一見すると普通の恋人同士のように見えましたが、その実態ははるかに暗いものでした。漏洩氏はもともと江西省の平凡な小学校教師でした。しかし彼女が奉仕 A と出会ったことで彼女の人生は一変しました。奉仕 A は10歳以上年上の既婚者で、何度も前科がある野性的な青年でした。漏洩氏は小学校を辞めないとクラブで働きながら犯行の対象を物色しました。彼女は美しい容貌で自宅に相手を誘引し、奉仕 A が武力を行使して殺害し、金品を奪いました。彼らは1996年から1999年までの間に南昌市、雲州市、合湖市などで犯罪を繰り返し、合計7人を殺害しました。1999年に奉仕 A は逮捕され死刑が執行されました。一方、漏洩氏は奉仕 A が逮捕される時に残した信号を見て潜伏し、20年後の2019年11月28日に中国公安に捕まりました。まとめ。漏洩氏と奉仕 A の犯罪は中国の社会における妊娠と中絶の問題を浮き彫りにした。彼らは自分たちの欲望を満たすために妊娠や中絶という重大な選択を簡単に行ってしまった。彼らは自分たちの感情や人生、社会との関係に深刻な影響を受けた。彼らの事件は中国の社会における価値観の多様化や道徳の崩壊を示している。今後この問題に対するさらなる研究が必要である。